中が出ました入れますやっていきましょうかはい皆さんお晩ですこちらチャンネル桜北海道ですえ、本日キャスターを務めますサングラス姿ですいませんもんまゆうじですそしてはい同じくキャスターを務めます若狭涼子ですよろしくお願いしますはいもんまさんはいどうどうされたんです。いやもう転んじゃってねもう目やっちゃって今パンダみたいになってますはい。怪しい格好ですよかなり怪しいですけどお店できるようなあれではない ムーの世界みたいになっしますけど井上さんの井上和彦さんの講演会の日ですよねあの日に帰りまあ少し酔っ払ってたのもあるんですけどもおまんじゅうを僕はいつも肉まんを買って帰るんですけどタクシー降りた瞬間につまずいて転んじゃってつまずいて氷じゃなくて肉まんを持ってたんですけど。 手ついたら潰れるから、ひねってそのまま顔面から。自分のボディーよりも肉まんを。大切な肉まんをね。食べたんですかそれ。もちろん無事でしたからね。膝を抱えて少し涙ぐみながら食べましたよ。ポロッと一言出ましたね。年取りたくねえなあ。まあまあね、本当足元は確かにね。おいとよい。間違いなく。おいとよい。皆さんもどうぞお気をつけください。お気をつけください。というわけで、今日のチャンネル桜北海道なんですが、えテーマ。はい。 今日ははでですね、これはんさんの得意分野ですね。1回やるミステリーみたいなね謎にむ包まれたミステリー「はい、キアッソ偽米国債事件と日本の福まで、はい、というお話でねこんな格好ですから陰謀論いきましょうかみたいな <laughs> なるほどね。あ雰囲気作りもたまたまですけどたまたまです。というわけで皆さんぜひお楽しみになさってください。 ということでいきますけれども、はい、今回はまあ年に一回ぐらいはやるかなみたいな。うん、ミステリー系の都市伝説、はい、陰謀論的、特集になりますけれどもね。もちょっと楽し,楽しそうって言っていいのかな。うん、でもね、このキアスト事件ってね、はい、結構聞いたことあるっていう視聴者の方方もいらっしゃると思いますけれどもね。うねねもう初耳です、私。はい ただこの事件ですね非常に不可解でというのもあの事件が起きたのは2009年なんですけどもはいこの年の前後はあの時代的に世界が大変いろいろ揺れている時期で,時であ,のある意味日米の闇をねこれを象徴するような事件だったのではないかなんていうね話を都市伝説陰謀論好きな方よくささやかれるようなそういう事件だった出来事だったんですけどもね早速いきますけども。 えっと、ま2009年の6月3日、ですね、はい、スイスのティチーノ州、うん、メンドリオ州区内っていうところですけれどもイタリアのコモっていうところと国境をこうイタリアとスイスの国境を接する、うん、あの自治体のキアッソっていう街があるあ場所があッソそこで起こった、まあ、総額1345億ドル、うん、ですから約13兆円という巨額のですね<お>米国債が押収されたっていう事件で。へ<ー>はい 日本のメディアにおいてはキアッソ事件ですとか、うん、13兆円米国債不法所持事件なんていうふうに呼ばれてますけども不これで概要的にはねイタリアとスイスの国境であるキアッソ駅を経由してスイスへこれ入居しようとしていたスーツ姿の日本人2人組が、うん、日,本人日本人がんその検査されたんですけどそのバッグからですね、うんまあ、当時キアッソっ 当局とイタリアの財務警官によってその内中に入っているものがこれは問題があるんじゃないかということであの拘束されたんです<ー>で彼らが所持していたものっていうのが先ほど言った総額<ー>、うん、13兆円ぐらいのですね、はい、まあ5億ドル249枚および10億ドル10枚、うん、総額1345億ドル13兆円相当の巨額の米国債が入っていた、うんはい、これ二重底だったっていう話なんですけどもカバンも。へ<ー>はい で2人が所持していた、うん、あの保有していた米国債の総額というのは当時のイギリスが持っているアメリカの国債の保有額というのが1280億ドル、うん、でこれ以上あってあ<ー>ロシアの持っている1390億ドルに迫りこれは例えば段ク的に言うと中国、日本、ロシアに次ぐ世界4位の保有額を持っていたということ <laughs>、うんはい、たった2人の日本人が。はい、カバンの中に、ねはい、いや謎でとん、ね、でもないお金持ちですね。 <laughs> はい、もちろんイタリアの財務省財務警察は、うん、その,あの米国債に関してアメリカの,あの証券取引委員会あの SEC かにあの鑑定これを依頼したんですよ、うん、これどういうものだで、はい、当時あのコモ財務警察の,あのロドルフォ・メカレッリさんという方なんですけども、うん、この人は押収された米国債は1934年発行。 ってていいいうう印刷がされていたっていうことでうん、うん、この年に額面で5億ドルっていう、ね、巨額の,あの額面の米国債は存在しなかったはずだっていうふうに述べてるんですよね。であの、まあ、同じ2009年の6月18日にファイナン,ファイナンシャル・タイムズの新聞の上でも、うん、これもイタリア警察とアメリカの合衆国シークレットサービスここはあの所持品は偽物だと<ー>偽造。 のの可能性が高く、はい、イタリアアマフィ物であるっていう,ふうに結論付けました。うん,うん。そしてこの逮捕されたっていうか拘束された2人の日本人は、はい、イタリア当局によると神奈川県と福岡県に住む、うん、60歳代と50歳代の男とされていてイタリアの法律ではイタリアのあくまで法律ですようん、うん、ここではあの偽国債っていうのは使用しない限り罪に問うことができないとされてるんですよ。うんうん そのため、まあ、日本大使館によって釈放されたんですけれども、はい、これ、いろんな意味もあるんですけどなんでス,ス,スイス側だったら逮,逮捕されるじゃないですか、ね、<ー>イタリア側だったんですよね、はいはい。なぜこのような行為に2人が及んだのかっていうのは目的とか理由はこれは不明のままでで、うん、ですすすすそそういううななんんねっっとるい事件だたここで少しあの日本の保有する米国債についてちょっとお話ししますけれども。うんはい あのまあ、ちょっと予想の画像を借りてきたんですけども、うん、あの変動相場制で日本は円高を防ぐために為替介入を行ってドルを買うわけですね。うん,うん。はい、で日本では外国債これを購入することによって同じ効果、うん、これをあの測ってるんですけどもね。 米国債を買うこともドルも買うことも、まあ、効,果効果的には一緒だっていうことなんですけど、ね<ー>はい。ねこの外国債の内訳っていうのがほとんど米国債って言われていて、はい、日本が為替介入を行うたびに米国債を購入する仕組みになっていますであの米国債は国債なので本来はあの売ることもできますよね,そうですねもちろん、はい、ところが日本政府はほとんど米国債を売っていません、うん、えー、そうなんですか あのまあ大きく分けて二つあるんですけども、一つは米国債はドル立てですからね。これで売ってもドルになりますよね。でそのドルを円に変えないと国内では使えないんで、大量にこれをあのまあドルを買って円に変えるっていうことを行ってると、円高ドル安になります。で現在は円安です。現在は円安なので、去年ですかね。あの二十四年ぶりに。 兆円規模のドル売り、これはやりました、日本。あありましたよこ24年、ぶりだったんです2昔分って感じですね、これはもう本当、本当まれ、コロナのせいもあったんで、そういうのもありますはい。ただこれはもちろん輸入と輸出のバランスも関係大事になってきますしね、だから、仕入れと販売みたいなものもありますしね、輸出に関してはね。 これがもう円安か円高でガラッと変わってきますからこれが一つなんですけれども二つ目は日本が保有する大量の米国債今日本が今持ってると思われるのは約1兆970億ドル156兆8710億円これ日本が持ってる米国債とんでもない数ですねこれをもし大量に売ってしまうと米国債が暴落しちゃいますで米国債の値段が下がるとこれもちろんあの 米国債を買うことによって、例えば10年債とかいろいろありますけども金利が毎年入ってきます日本にも。で日本が保有している米国債の金利がこれが大量に売ってしまうと下がると結局は損してしまうただただですよ本当に国家が苦しい時換金できるお金は換金するのが筋なんですけども例えば東日本大震災の時のような震災とかですねその時は売ってません なぜ売らないんでしょうか、はい、っていう疑問があるんですけども、はいはい、なで,で,しょうかでここからまたキアストの話に戻しますけども、うんはい、キアスト事件の概要と報じられたのは先ほど申し上げたとおりなんですけども、うん、ではこの事件と前後して世界で何が起きていたのかっていうこと、うん、そしてもう一つの偽米国際事件、うんえー、それととある日本,日本の政治家のお亡くなりにな死。うんまあ お亡くなりになったっていうお話になっていきますがあくまで都市伝説なので、はいはい、その辺は <coughs>、まあ、2007年ちょっと時代が戻りますけども、はい、2007年のサブプライムローン、うん、問題ありましたよね、はい、この時はあのアメリカの不動産ローンに端を発したアメリカのバブルの、まあ、崩壊みたいなもんですけども、うん、翌年の20 2008年に2008年の時ですけども有力投資銀行であるリーマンブラザースが経営破綻に至ったということ、うん、はい。はいまあ世界 規模の,あの不況になりましたけれどもね、うん、俗に言うリーマンショックですけども、はい、この経済危機を打開するために2009年の2月か 2>、うん、イタリアのローマで G7 会議が行われました2009年の2月ね 2>、うん、はい、はい、で日本からは当時の財務大臣中川翔一氏が参加しました、うん、はい、はい、この時一泊4日とかすごい強行軍だったって話を聞いてますけどねえ アメリカのガイトナー財務長官と会談しています、はいはい、でこの当時ガイトナー氏はアメリカで起きたリーマン・ショックの、うんまあ、後始末のため、はい、このためにあの不良資産の救済プログラム、うん、TARP っていうあのプログラムですけどもこの資金繰りにすごく苦労してたんですよ。でこの TARP の必要な資金っていうのは残りの金額が1,346億ドルって言われてました。うん でこの資金の提供を中川財務大臣にを通して日本政府に打診していたものと思われますですね。でこのガイドナー氏の打診とはまた別に、うん、中川大臣というのは G7 の声明で、うん、あの世界経済危機この,あの支援金として、うん、IMF に1000億ドルを拠出するこの合意文書に調印しています。うんうん、でこの時ですけどもね、うん、日本とは IMF によって 実はあの大胆な方法が取られたんですよこれはもうアメリカがびっくりすることだったんですけども、うん、それは日本が保有するアメリカの国債、うん、これを IMF に貸し付けるっていう方法<ー>貸すっていう形もちろん後から返してもらうって形ですけども、はい、これで、まあ、日本がなぜか自国のためには売れない米国債を世界経済危機のために IMF に貸し付ける市場に流通させることができるっていうまあ ある種のウルトラシー的なことですよね。これを行おうというような話になってたんですけども、うん、もちろんこれはもうアメリカ側ガイトナーからするともう内心もしまったですね。やられたっていう感じになると思うんですけども、しかし当時不思議な事件がこの時は起きます。はい、はい。これが皆さんご存知例の中川大臣の名定記者会見ですね。うん、はい。でここで一つ目の疑問が出てきますけれども、うん、これがもしアメリカとガイトナーのほいあの策略だとしたら、うん。うん その明定の事件が、ね、何らかの方法で,、はいうん、ですなわち TARP 資金1346億ドルと関係があるのではないかという話なんですけどもねもちろんこれは噂話、うん、つまりまだ TARP の資金の件は交渉中だったとか、うん、もしくは TARP の資金提供を IMF への国際拠出の引き換え、うんうん、それするんだったら アアメメリリカカにには出出ししててくくれれもという米国債をそういうふうに流出させるんだったら、うん、あのアメリカ側の資金も出してくれという,うん、うん、そういうような引き換え条件として要求中だったとしたら、はい、まあ何らかの方法によって、まあ、次は明定ぐらいでは済まないぞみたいなね脅しだったのかもしれないっていう話がね結構いろいろ出てきてたあそうですまあ噂話がね。はい、で結果的にこの事件で、まあ、中川さん大臣職辞職しますし。う 翌年8月の選挙ではもう落選しますし、はい、そしてこのガイトナー財務長官は G7 会見のです、ね、会談の2か月後ですよ2か、うん、月後に2009年の4月21日にアメリカの米国の議会においてです対してですけどもその TARP の資金、うん、1346億の資金調達の目ど立ったという内容の表明してます。うんはい そして例のその後に起きたのが例の6月3日です。キアスを米国債事件が起きました。<ー>はい。2009年にガタガタガタと、ね、はい G7 があってアメリカが目と立ったよって言ってキアス事件が起きたっていう流れですけどね。うん,うん。で、まあもちろんこの2ヶ月後日本では中川議員は落選して麻生自民党が敗北。まあ民主党政権となって流れがいくんですけども。うん まあもう一度言っときますけれども都市伝説ででですす、はい、すよよよな話はい <laughs> さてちょっと思い出してみましょうなんですが、うん、キアッソで起きた米国債事件の金額いくらだったかというと、うん、これは約1,345億ドル、うん、そしてアメリカの TARP に不足していた金額は1,346億ドル、はいうん、G7 とキアッソを着せずして同じイタリアでこれまた着せずしてすごく近い金額でしかも半年も経たずにまあ 偶然そういうことが起きていたっていうことなんですけどもね偶然とは恐ろしいって話なんですけど偶然恐ろしいですねはいでまたそこで先気になってくるのはあ、うん、あの事件と直接関わり罪にも問われていないっていう二人の日本人はいはいはい謎の日本人はい謎すぎますけど謎すぎますよね、うん、これもまあ,あのエビデンスのある話ではないんですけどもあ<ー>まあまあかなりあの有力だとは言われてますが一人は財務省関係者と言われていますへえ<ー>、はい あそうかたぎじゃない人なのかと思ってたけど、はい、財務省の関係者だって話がされてますね<ー>そしてもう一人この人実はね大体名前と素性分かってます、はあはい、その人があ、まあ、山内篤夫さんっていうのかな、うん、という人物でこのこの方は違いますけどこ,のここ出しておいてもらいたいんですけどもこの方は財務省の役人ではありませんが問題はその数性っていうかね、うん なんとこの方はこう画像も出てますけど元あ元大蔵省の事務次官、はい、あの武藤敏郎氏の奥さんの妹の旦那さんつまり義理の弟、うん、武藤敏郎氏、はい、の弟がもう一人の山内さんっていう方らしい、うん、へー、うん、そうですかこの方の奥さんの妹さんの旦那さんが山内さんと言われてます。はい、はいはい で武藤敏郎氏っていうのは結構キーマンになっちゃうんですけどもうん、うん、でもこの,あの元大蔵省事務次官武藤敏郎氏どんな人物かっていうと,、えー、っとこれは少しちょっと長くなりますけどもうん、うん、1990年代の後半ですけどね当時橋本内閣だった時です。この時橋本内閣何をしようとしたかというと金融ビッグバン構想っていうのを立ち上げるんですロンドンドとかみたいな 金融シティを日本に作りたい東京に作りたいっていうのかな金融シティをはを、い、そういうものを作りたいとそしてあの米国債を売りたいっていう発言がなされる有名なんですけども、ね<ー>はい、1998年大蔵省によるあの接待事件っていうのが起きちゃうんですよ1998年かあの俗に言うノーパンしゃぶしゃぶ事件っていうのがね、はいはい、え起きるんですけども、うん この時金融ビッグバン構想の主要メンバーだったあの3人いらっしゃったんですけど水塚さんかなっていうのはあの大倉大臣かあとあの松下日本銀行総裁そして武藤敏郎大倉省の、まあ、官房長をやってたんですその時はね。 この方々拘束さされれちちゃゃううんんでですすね。されちゃうんですよ。ああね、責任取らされて結局金融市場っていうのがこれがまあまあ解放されただけ結局はあの日本なりのものではなくただ解放されただけ,だけで終わっちゃって日本はこの後あの外資の餌食になっていっちゃうわけなんですけどもねどん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 ,どん金融自由化になっちゃって。 だから例えば今まで5層戦乱方式っていうのかな大体皆さん同じ金利とかそういうものでやってたんですけどもそれがもうバラバラになっちゃって、うんうん、で外資がどんどん入ってきてっていう形になっちゃいましたけどもでこの,あの武藤敏郎氏は何か理由があったかわからないんですけども2000年の6月になると今度大蔵省事務次官にあの見事に返り咲くんですよね。はあ、はい。はい 2>, はいはい、2年ほどで,、うんはい、でさらに2004年3月には日銀の副総裁になるんですよど<ー>どんんん出世してるんですよねそのあ後は総裁選で負けるんですけども武藤敏郎氏は行き過ぎた米国債の購入に否定的な人だったんですもともと、はいうん、そんな大量にあに米国債毎回毎回買う必要性があるのかみたいなことを介入する必要はないだろうみたいなことを言ってた方なんですけども、うん、確かにあの2004年から米国債の保有率下がってったんですよ です2008年に武藤氏は日本銀行の総裁選に敗れて、うん、まあどんな理由かその後あの米国債保有率はもううなぎ登りになっていきますけどね<ぁ>、うん、あの、うん、まあ10年経たないうちに倍ぐらいになったのかなどんどん買っていくんですよねはい、まあ、この時起きた事件っていうのがね秋葉原の通り魔事件なんていうのも起きましたけどねそういう頃かうん その時ね、ちょっと武藤さんのね、まあ、それはやめておきましょう、陰謀論陰謀論みたいな感じあ偽善になった方もいらっしゃるんで、その話は。で、その後も株式会社、例えば大和総研、大きい会社ですけれどもね、この理事長になったり、武藤さんが で言論 NPO であのアドバイザーリポートとかあと、まあ、学校法人の大学の理事やったりとかあとなんと言ってもあの東京オリンピック前回の東京オリンピックですね前回,の、はい、前回の東京オリンピックありましたけれども2020年の東京オリンピックパラリンピック、うん、この競技大会の,あの組織委員会事務総長<ー>、はい、そうなんですかあと理事 なんかいろいろやらかしてる割には。はい、そうなんです。はい。いいポジションに。はい。んま現在八十歳なんで。<ー>最後のお仕事か何かだったのかもしれない。ご褒美だったのかもしれない。<laughs> <美>何かのご褒美だったかもしれない。<laughs> はい。何かのご褒美、ね。いえ、ね、それはな、ね、<laughs> ん、ね、ごあがり。それはもちろんね。うん。うん、つまり武藤氏は大蔵財務省に、大蔵省と財務省に影響力があって、当時行き過ぎた。 あのアメリカの国債の保有に反対だったんですけどもある時期から反転して、うん、その,あの義理の弟がキアス王の事件の山内さんでお互いの妻はまあお姉と妹っていう状態でさらにその、まあ、姉妹のお父様が元大蔵省の死刑局,局長か県あの会計事務の,あの職員研修。 研修の所長で、うん、初代の,あの国道事務次官だった橋口氏かな、うん、という方なんですけども、はい、でその橋口氏の後,後ろ盾にいたのは自民党清和会<ー>で新米の福田さんとか森さんとか小泉さんに行き着くって話なんですけどもねちょっとこの辺はぐちゃぐちゃっとしてますけども、ね、はい。 でただここであ,のある程度駒は出揃っては今きましたんで、はい、まとめる前に,に先ほど言った実はもう一つの偽米国際事件イタリア・ミラノでの起きた事件なんですけどもこれはイタリアのミラノで偽米国際事件があったんですけども、うん、これはキアッソの事件のわずか2か月後<あ>2009年の8月ですね。月後、はい随分近いいん近近でででですす、ね、すねやはりまあイタリアなんですけども <laughs> このミラノ空港で フィリピン人とされる男女が1160億ドル、うん、約10兆6000億円これを持ち込もうとして逮捕されたっていう事件なんですけどもね押収された米国債には、まあ、戦前に発行されていた高額証券も混じっていたっていう話もあるんで,でこの話ね、うんはい、実は実はこれもまた偽物ではなく本物で国債が。国債がはい これも日本政府が保有していたものではないかっていううわさがフィリピン人が持てたもの方も両方だからキアッソの事件も実は本物でっていうっていうあ噂話ちょっと複雑になってきますけどもさあ時間もないんでそろそろですけども2009年イタリアで起きた2つの偽まあ 米国債の、うん、一応これ都市伝説、はいうん、答え合わせしていくと、はい、例えばリーマン・ショックの処理のため TARP つまり米財務長官ガイドナーが中川財務大臣に打診したと言われる金額が先ほど言った1346億ドルそして k e ストで起きた偽米国債事件の金額は1345億ドル。うんうん ほ、うん、ほぼほぼ一緒、うん、で IMF が世界経済危機のために日本に協力金として拠出をしていた金額っていうのは約1,000億ドル、うん、ミラノで起きた偽米国際事件の金額が1160億ドル、はいうん、残金は約159億ドル。はい で、各協力者のそれは手数料だと考えれば、はい、例えば仮説ですけども、うん、アメリカ、イタリア、フィリピンあと日本の財務省と政党の一部派閥などがそれを受け取っていたとしたならばアメリカは TARP 資金を無事調達これはもうできましたそして IMF は日本の米国債の借入金だったはずの資金を無料で入手することができました。で協力者は、まあ 多額の報酬を得ることができました。うん、で、これをこのもし絵を描いていたとしたらばおそらく誰かって言ったら想像できるのはまあアメリカと日本の福まで財務省。すべてを知って、まあ一人最後まで抵抗したと思われるのが中川昭一氏。はい。で、同年2009年の10月3日に彼はこの世を去ってしまったと。うん、だとしたらあくまでだとしたらですよ。うん、はい。あの損をしたのは。 日本政府つまりは日本の国民、はいまあ、まさに世界のキャッシュディスペンサー、うん、まあ考えによってはですけども民主党の埋蔵金って言われたものに引っかき回されるよりは良かったのかもしれませんけどもい、はい、ということで今回は久しぶりに見せて都市伝説陰謀論ですけどもねそうですか,、はい、かいやあくまでこういうお話もありますということではい。 あキあ、きあ、その店、はい、米国債務事件についてお話しさせてもらいましたけれどもね。えー、はい。本当だったら、とんでもないことですよ。いや、だから。そうですね。そうです、ね。うん、なんか確かめられないのかな。こんな話ありますよね。って財務省の誰かに。<や> <laughs> ダメだめなの。断片的にしかわからないんですけど、証拠は出てこないと思いますけど。うん、まあ、まあ、というかね。もう、もう、もう、そして、あの、その。まあ、噂、噂の反中ですけど、財務省の、その、あの、関係の人っていうのも。うん も実は今もうすでにあの確か聞いた話の中では、はい、あの登山中に心臓発作で亡くなってるっていう話も聞いたことありますけどもね<ー>、えー、ではないかということで山内氏があのっていうのはどこに行ったかっていうこともねなんかまあいや全部噂ですよ、はい、全部噂なんですけれども宮内庁に行ったっていう話もありますけどもね、はい、ということで本日のお話でした、はい、失礼いたしますありがとうございました フフフ。<music> はいということでですね、はい、はい。お礼の方ですか今日はそうですね、はい、なんかちょっと今ねもやもやっとした気持ちがずっと続いてましたけどなんか深い闇が深いね、うん、も,もういろいろあるんですけども、ね、はいそれはもうなんですけどそれをもう払拭してオンエア終わったお話はい <laughs> <laughs> 11月11日に開催いたしました、はい、の札幌五国神社高田でね、はい、井上和彦氏の講演会を開催しましたがたくさんの方にお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございます いやーもう、ね、映像を一緒に合わせて感動のお話をしてくださって、はいはい、私が、ね、やっぱり一番特特ののの話を、ね、の話です、ね、の話あのー、ぐっときたのがね、うん、その戦争を美化してるだろうっていう人に対しての井上さんの切り返し、うんはい、と美化して何が悪いんだ当たり前だろうっていうその切り返しが。<laughs> うん ああそうかそう言えばいいんだなと思って、うん、なんかその美化してるよね戦争って私もう言われたことあるんですよそしたらやっぱり別に戦争を美化ししててるわけじゃないって、ね、まあ返しますよね,すねただその英霊に対してはね私たちのためにというか国のために、うん、本当にあの未来のために命を落として戦ってくださった方々を美化して何が悪いんだそんなことお前が言うのがおかしいんじゃないかっていうそのね、うん、僕そんな結構あれです、うん、あのそういう話された時に、うん、例えば。 日本は悪かったんだみたいなね話されたりね卑怯なこともいっぱいしたんだってね軟禁事件とかもね話をする虐殺やってるみたいな話とかするんだけど僕は「いやうちのじいちゃんシベリアに抑留されたしそんなことしてない」って言ってたんだから。 いやあなたのお父さんやおじいちゃんがやったのかもしれないけど <laughs> っていうあなたが責任取ればいいんでしょ <laughs>、えー、<laughs> みたいなことはねそれはあなたのお父さんお母さんがそういう悪いこと,お,とお母様にしてないけどおじいちゃんとかが悪いことをしたのそれは聞いてるんでしょって、うん、おじいちゃんから直接、うん、わしはこんなひどいことしたって聞いてるんでしょだからそういうこと言えるんでしょって聞いてるわけないんですけどね。 だから自分の国のために戦ってくれた方を卑下するような国なんてよそにないのに本当に日本はちょっと特殊な工作じゃないですけどなんかもう頭がどうかしちゃった人がねいるんだなっていうでも、そうよ本当に私たちのためにねおじいちゃんおじいちゃん戦ってくれた方がねもうだから、そそののと英霊の異例と検証、異例をしてそして、その え功績を伝えていく知っていくっていうのが本当にもうつくづく大事だなっていうのが分かる講演会だったなというふうに、ねはい、思いましたあと<や>ちなみにですけども、うん、今月の20日かなすごい100年に一度ぐらいのすごいいい日なんですってね。うん、あ何あのな,なんだか万倍日みたいなやついや。じゃなくてなんか「大名日っていうのかな「大きいにあした」って書くのと、うんうん、あと神様に「神様か神にきつ神に実」書 っていう日が重なる日で100年に1回ぐらいに初めて聞きました。一流万倍とかじゃないんだ。じゃないってっていう話はね聞いたことありますけどそうですか。だからあのお参り行った方がいい。二十日？うん。おお。千行った方がいいんじゃないみたいな。そうですか。いつでも行ってもいいけれども特に。はい。何曜日？十一月二十日。うん。ご先祖様に手を合わせましょうっていう。金曜日だ。神様とね。はい。ご先祖様。金曜日じゃない。この十月のカレンダー。はい。 はい、はい、そうね、はい、そうねというお話をちょっと聞きましたそうなんですねちょっと調べてみようかなということで今日もお送りしてきましたけども、う入れたちがこんな感じなので、ね、ちょっと怪しい土地になりましたけど、ね、<laughs> いやだからもう本当にお話がこう,こう,こう入ってきましたよ<笑><笑> 許していただけるものならばグッド, <laughs> グッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますそして明日からもうあの、うん、ちゃんとこれは真面目にきちんとやっていくと思いますのでこの格好でできませんから皆さんね <laughs> はいどうぞあのお楽しみにしてください <laughs>、はい、え本日はご視聴ありがとうございました